北海道中央バス、ビバイターミナルは、北海道美梅市東一条南三丁目にの17、に存在した北海道中央バスの営業施設。空地事業部岩見沢営業所が管轄していた。跡地の様子残された部分ビバイ北西ハイヤーから、美事校に移っている1943年3月1日の、北海道における、旅客自動車運輸事業統合要項による、 北海道中央乗り合い自動車発足時に、ビバイ駅前に、ビバイ営業所が設置された。1957年11月15日の、新地区移転時に乗り場を併設し、市内線など、多数の路線バスが乗り入れるビバイ地区の交通拠点となった。1992年4月1日に、ビバイ営業所を、岩見沢営業所と統合し、岩見沢営業所、 ビバイターミナルに組織変更。1993年12月10日にはターミナルを新築したが、人口流出による利用客の減少から市内線など、路線の廃止や減便が相次いだために2006年10月9日をもって廃止され、乗車券類の発売はビバイ駅前の林洋服店で取り扱っている。 施設は共用開始から十数年程度であったことから、当初は、微鉄バスを引き継いだ、美梅市民バスと共同利用することも模索したが、結局折り合わず、併設されていた美梅北西ハイヤー営業所部分を、除き解体された。廃止後は隣接する、美梅駅前ロータリー内に、美梅駅前停留場を設置。合わせて、待合所も設置され、すべての路線が発着している。 バス待合室、発見窓口、自動券売機を設置していた。ありがとうございます。